いい感じ。うん、めっちゃいい。おお、綺麗やね。やっぱ今日は今日は二人でピクニックします。まだギリ桜は咲いていないけど、リーちゃんの手作りお弁当、ありがとう。リーちゃんありがとう。うわ、すごい。何時から作ったんだこれ。6時半。早すぎ早すぎ。クッキー焼くところから。クッキー焼くところからやったやろ、すごいな。もうスタバも用意してくれてるしな、ありがとう。俺何もしへんの。うおー季節感バッチリ、さすがやな。これが、はい、今日のお楽しみ。お楽しみ一番の、じゃじゃーん。うおー、すげー。おにぎりの、おにぎり具いっぱい入ってる。そう、おにぎり焼くといっぱい。やばい、風がやばすぎて倒れていく。おお、おにぎら。おにぎら？おにぎらず。おにぎらやん俺ら。おにぎらず。あ、おにぎらず。おにぎらず。おにぎらず。おにぎらずちゃん。おぎにらず。うわ、映えてるわ。かわいい。かわいい、めっちゃ。なんかさ、こっち向いてさ、ちょ景色見て、ちょっとなんか食べてる感じして、この角度いいです。あ、いい。グッジョブ。もうちょっと遠くの方を見てる感じ。いいっすね、いいっすね。いただきます。いただきます。ありがとう。さっきイチゴ。何からいきますか。いや、俺はこのキムチから。ビビンバ。ビビンバ、キムチじゃなくて、このキムチ、ビビンバ。うん、うん、そんなそんな叫ぶ言ってただけ。うん、キュウリとカニカマ。おぉ、ビビンバ。あぉで、どれから炒めていこうと思って、で、レシピ見て、
用意するよ。ご飯。ご飯炊いてない。炊いた。急いで炊いた。すごいね。何やったんや。一番大事やご飯作る。じゃあご飯なかったら、その具材ラップに包まれたまんまってなったら、あったご飯に包まれて。ここってこうして OK な場所ないな。公認だ。そうやな。バーベキュー用は、あんた言うてここもやってんねんか。いや、ここはあかんと思う。そうなん？また違うんだ。初期リサチャンネル。あ、いや、あたりあたりあたり。今次は、え、これめっちゃうまそう。これは何？ソーセージ、卵、これ俺多分好き。うん、まあ卵入ってたらまあ好きやね。ウインナー、うん、これは間違いないの。マジ、うん、よかった。これあんまりかな。え？一番。いや、これやろ。そうなの。いや、これやろ。だって卵とウインナー嫌いな男子だね。覚えておきます。うん、うわ、いいわ。大阪城も見えるしよ。いいじゃん、これぐらいがね。だって満開やったらもううじゃうじゃしとるわけやろ、もっと。無視とか美しい。まあ、もうそれだったらテクニック向いて。無視やったらやったら向いて。これはうまっ。これやな。これ。これですわ。うまっ。弁当行く。どう？これが作ったんです。どう？美味しい。ちょっと味濃いめが欲しい。そう、濃いめにしてん。ありがとう。好きです。だいぶ濃いめ。めっちゃ最高なんですけど。めっちゃ悔しい。最高なんですけど。スタバ風スコーンを手作りする。お、すごいな。スタバのスコーンじゃないですよ、手作りですよ。これは、これは買った。で、このコーヒーも手作りですか？抽出してきました。これサムネバイヤーはピクニック Vlog や。手作りですよ、手作りですよ。バンバンババン。こうした方がいいか。あ、これちょっと汚い。いやん。いやーんってあんま言うことないわな。やみさん割と言う。知ってるよ。知ってる知ってる。OK! ナイスショット。ここね、非常に映えてますから。おいしい？うまい。うまい？特大のスマイルちょうだいや。それは、それは可愛くないぞ。おお、いい。彼女としていい。いや、もう、頬張っております。リサ選手。え、それが一番好きってこと？個人的。最後。最後やし。うん。ビビンバ握りね。ボリューミーで美味しかった、全部。ちょうどいいわ。